明日天気になれ。はい、お疲れ様です。今回はですね、湯たんぽの検証をやっていきます。湯たんぽといっても、実は今の時代いろいろなものがあります。皆さん思い浮かべるのがこのザ・湯たんぽ的なやつかなと思うんですが、本当にね、いろいろな種類があるので、今回それを比較検証することで自分に合うものだとか、実際温度どうなのっていうことが分かるかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今回比較する湯たんぽなんですが、全部で4つ用意しました。左から説明すると、これがシリコン湯たんぽっていうふうに書かれていまして、どういうものかというと、レンジでチンして繰り返し使えるシリコン湯たんぽ、まあ、レンジでチンするタイプですよってことですね。で、この外側がフニオっていうすごい大ヒットしてるクッションなんですけど、それのミニバージョンみたいな感じで、見かけもめちゃめちゃ可愛いってやつですね。で、左から2番目が、これが充電式湯たんぽっていうやつで、充電する湯たんぽの中身みたいなやつを、なんと20分充電すると3、4時間温かさが持続するっていうやつなんですよね。で、この充電式湯たんぽが出てきたのが多分10年前とかだったと思うんですけど、まあ、うちの雑貨屋さんで販売してめちゃめちゃ売れてます。売れ続けてます。まあ、雑貨屋さんでも定番となっている充電式の湯たんぽですね。で、こちら、これは、まあ、ザ湯たんぽっていう感じの、中にお湯を入れて使いましょうっていうやつでして、これはホームセンターで、購入してきました。まあ、下の方にカバーもついてるみたいなんで、このカバーつけて、まあ、検証しましょうっていう感じですね。で、一番右にあるのが、なんとダイソーさん、これで400円で売ってたやつですね。まあ、これもね、 610ml で、ちょっと容量は少ないんですけれど、これで十分だったらどうしよう、どうしようって言っちゃいけないんですけど、まあ、その説もありますよね。それも含めてちょっと検証しますので。で、ダイソーさんのやつはカバーが専用のやつが売ってなかったっぽいので、ちょっと入るぐらいの普通の巾着ですね。もしかしたらちょっと薄ですぎるのかもしれないですけど、まあ、これでいってみようかなというふうに思います。では早速検証やってみましょう。はい、まずフニオの湯たんぽなんですが、これはこう表がこんな感じで、裏返すとファスナーがついています。で、中にこういったものが入っていて、なるほど、あ、なんか勝手な想像で、中にこう保冷剤の逆みたいなジェルみたいの入ってるのかなと思ったんですが、そうではなくて、水を入れた状態でこれチンしてできちゃいますよっていうことですね。で、これが繰り返し使えるってことですね。なので今回はレンジでできるということなので、水を入れてレンジでチンして、この中身をお湯にしてこの中に入れる感じで進めていきます。続いて充電式の湯たんぽなんですが、まあ、充電式というだけあって、この充電用のコードがまずついてます。で、これをこの中身ですね、これに接続して充電をするって、つなぐだけの簡単充電ということです。で、温まったらこのシマエナガのケースに入れましょうっていう感じですね。これは充電をしていきます。で、いわゆるザ湯たんぽっていうやつの2つなんですが、これに関しては、まあ、お湯を入れることになるので、まあ、お子さんに自分でやっといてねっていうふうに使うのは結構厳しいんじゃないのかなと思います。あとは閉め忘れとかもね、あるとちょっと危ないかなと思うので、まあ、親御さんがちゃんと用意してあげるっていうのが大事なのかなと思います。ただね、予想ではやっぱりこのタイプの湯たんぽが強いんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、それでは充電式湯たんぽの30分後の温度ですね。40度、41度超えた感じですね。あー、体感でも結構じんわりあったかいっていう感じですね。なんか本当にちょうどいいあったかさっていう感じがします。これが持続するなら結構ベストな温度のような気もしますね。はい、続いてフニオの30分後です。持続してますね。53度、4度、まだ上がってる。暑いんですね。この温度だったら本当に下に足入れっぱなしとかだったら、ちょっと暑すぎて低温やけどになってしまうのでっていう感じですね。あ、これ結構すごいな。続いてホームセンターで買ってきた金属製の湯たんぽですね。これは現在57度、58度いきそうな感じですね。やっぱりパワー自体はこれが一番ある感じですよね。体感の温度で言っても、ああ、一番高いかな、やっぱり。はい、続いて100均の湯たんぽの30分後ですね。こちらも、下だと55を超えるぐらいの厚さになっていますね。触ってみた感じだと結構あったかいですね。暑いとまではいかないんですけど、ちょっと本当にこのままずっと居続けてはいけない温度なんだと思います、きっと。
布団をかぶせたりっていう風にキープする前提でちょっとやっているので56度っていう感じです。開始から1時間後の充電式湯たんぽの温度です。40.9 度、40度超えてます。41度くらいになりましたね。あー、じんわりあったかいのがキープされてる感じです。表から触っても十分あったかい感じですね。結構ベストな温度なんじゃないですかねこれね。はい、続いて不妊用の1時間後の温度ですね。おお、なんか55度迫りそうな。これすごいな。この湯たんぽ自体は大きくないんで、面積は狭いんですけど、十分あったかいですね、これね。暑すぎるかって言われると、ずっと布団の中で足入れ続けるとか多分ダメだと思うんですけど、十分あったかいです。表面で言うと表側は結構肉厚なので、そこまであったかさは感じないですけど、裏側はちょっと薄手なので、あったかさより感じるかなっていう感じがします。はい、続いて1時間後のホームセンターで買ってきた湯たんぽの温度ですね。58度過ぎている感じになってます。他のよりも時間は過ぎているのかなっていう感じではあるんですが、58度は結構すごくないですかね。体感でも下側熱いっていう感じはしないですけど、まあ、ずっとこれ触り続けておかない方がきっといいんだと思います。表面に関しては、あ、ちょうどいいくらいなんですかね。ただこれも布団かぶせた状態だったりするともうちょっと上がるのかなと思いますので、うん、その辺は使い方次第だなと思うんですけど、あと大きいのでやっぱり面積が広くて暖かい範囲も広いっていうのがこれの特徴ですね。はい、続いて100均の湯たんぽですね。53度ぐらいということで、まあ上がり続けてはいるので、もうちょっと時間を置けば上がるのかもしれないんですけど、少しまあ差が出ているかなという感じでしょうか。外の素材自体がファーになってなかったりするので、それが影響しているのかもしれないですが、まあただ十分あったかいというか結構暑い部類に入るんじゃないかなと思います。体感でもまあ十分あったかいなっていう感じですね。はい、充電式湯たんぽの2時間後の結果です。39度を超えてますね。40度、多分ちょっと上がりつけてるんでいくんじゃないですかね。結構保温力すごいですね。表から触った感じもじんわりあったかいですし、あ、裏もですね、先ほどとあんまり変わんないんじゃないかなっていうくらいじんわりあったかいですね。まあ、このファーっていうのもあってなんですが、すごく心地よい感じのあったかさっていう感じです。はい、続いて不妊用の湯たんぽの2時間後ですね。おお、50度超えましたね。すごいな。不妊用の湯たんぽの推奨の時間が2時間って言われてるので、まあ、この後にもしかしたら温度下がってくるのかなって思うんですけど、2時間後まではかなりもうキープしてる感じですね。裏側はさっきとあんまり変わんないです。表側もそうですね、少しあったかいかなっていう感じはありますが、それよりもこの不妊用自体のふわふわな感じの方が際立ってる感じもするので、裏面はあったかくて表面は不妊用のふかふかであったかいみたいな感じの印象ですね。相変わらずホームセンターで買ってきた金属の湯たんぽの2時間後ですね。55度を超える温度となっております。触った感じ、表、まあ、ほんのりあったかいかなっていう感じですね。まあ、適正な温度ではないかなっていうふうに思いますね。で、裏は、あ、こっちは結構まだまだ暑いってほどではないですけど、すごくあったかいなっていう感じの温度をキープしてるっていう感じですね。なかなかすごいですね、湯たんぽ。まあ、布団かぶせてるからっていうのもあるのかもしれないですけど、2時間でも全然キープしてますね、全部。続いて100均の湯たんぽの2時間経過後ですね。50度弱。いや、でも上がってるので50度ぐらいなんですかね。これもすごいですね。触ってみた感じだと、あ、表もほんのりあったかいですし、あ、裏はちゃんとキープされてますね。うん、2時間経ってもこれだったらすごい十分なんじゃないでしょうか。はい、充電式湯たんぽの3時間経過後です。37.6。はぁ、結構。結構保温してますよね。表もほんのりあったかいし、裏はね、まだ全然あったかいですね。しかもまだ温度上がり続けてるし、かなり保温はしてます。不妊の湯たんぽの3時間経過後です。 48.5、 まだ上がっ
ってますね、これ。これ50度超えますよね。すごいですね。表面はふにおのこのモコモコのあったかさっていう感じで、あ、裏はね、しっかりまだあったかいですね。これなかなかすごいと思います。推奨されてる時間2時間なんですが、3時間経っても結構まだまだあったかいっていうことですね。開始から3時間経過後の金属の湯たんぽです。52度、表面はまあほんのりあったかい感じですね。で、裏面、あ、やっぱりこれは大きいので、すごい、なんて言うんだろう、あったかさがじんわり広がってくる感じといいますか、お湯の量も多いので、まあパワーはね、一番あるかなと思ってたんですが、保温力も結構ありますね。100均の湯たんぽの3時間後ですね、48点、あ、でも結構まだ上がってるので、うん、これも結構キープしてますね。まあ、表側、あ、でもあったかいです。で、裏側、あ、まあ、十分保温してますね、これも。この生地自体が普通の巾着なんで、ちょっとどうなるかなと思ったんですが、まあ、十分あったかいですね。暑すぎるっていうこともない感じです。はい、ということで、4種類の湯たんぽを比較してみました。正直3時間だと保温がまだ全然効いちゃっててっていう言い方になるんですけど、あんまり差が出なかったっていうのが正直なところですね。まあ、それだけどれも優秀っていうことだとは思うんですけど、もっと長時間やんないと差が出てこないのかもしれないです。で、充電式湯たんぽですね、このシマエナガのやつですね、これは割とそれほど高くない温度をキープしてっていう感じでした。これは元々のスタート時点でおそらく他に比べて熱湯のスタートじゃないので、そういう結果になったのかなと思います。その他のフニオ、それからホームセンターの金属の湯たんぽ、100均の湯たんぽに関しては熱湯からスタートしているので、まあ、最初の時点でも結構暑かったんですけれども、その時間を経っていっても結構50度を超えるような温度をキープしていたので、反対にちょっと暑すぎることには注意しなくちゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、今回は布団をかぶせて保温をっていうことをやっていたので、温度をキープすることに関して言えば、まあ、キープしやすい環境だとは思うんですが、まあ、あとはお湯使うタイプの湯たんぽでしたら、布団に最初入れておいて、布団が温まったらその湯たんぽをどけて温まった布団で寝るみたいな感じの方がいい使い方なんじゃないかなと思います。あと例えばキャンプだとか屋外で使うっていう場合になると、これよりももっとぐーっと下がってくるのかなと思いますので、そういった場合だと充電式の湯たんぽだとちょっと物足りなく感じるのかもしれませんね。まあ、どの湯たんぽも共通して言えるのは、かなりエコなアイテムというか経済的なアイテムにもなるんじゃないかなと思います。本当にこれ1個あるだけで暖房ってかなり節約できるんじゃないかなって、まあ、お一人で温まる分には湯たんぽってやっぱすごいなって思いました。まあ、機能性っていう面もありますし、2つに関しては雑貨やナチュラルハイでも販売しているものですので、まあ、プレゼントにあげたりだとかしても喜ばれるのではないでしょうか。お値段もフニオの方が4180円、シマエナガのものも、あ、4180円ですね。もう本当に使えるし、節約にもつながるし、エコだしっていうアイテムですね。この冬ぴったりなんではないでしょうか。またホームセンターでギフト向けではないんですけども、実用的な湯たんぽっていうのも売ってますので、もう節約っていうことをリアルに考えると、これはねブームになりそうな予感もしますね、湯たんぽ。ということで、湯たんぽの比較動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。